昨日緊急事態宣言が発出をされました。このことについて2点申し上げます。1つ目は、緊急事態宣言は罰則の規定などありませんが、しかし基本的人権を制限したり、皆さんに大きな要請をするものです。でこれは特措法の5条に基本的人権の制限は最小限のものでなければならないという規定があり、また付帯決議もしっかりつけられています。このことが守られるように社民党としてはしっかり監視してやっていきたいと思っております。でこれは新聞報道ですが、政府がインターネット業者に対して、まさに位置情報や、それからインターネット上多く多用される言葉の索引について情報を提供してくれるように要請したという記事がありました。位置情報、ここにたくさん人が集まっているというのは必要かもしれないんですが、私が非常に危惧するのは、インターネット上たくさん使われる言葉の検索など必要なんでしょうかということです。どんどん情報が政府に流れていく。それからもう一つの懸念は、緊急事態宣言が解除された後もそういうことが残ったら大問題だと思っています。つまり、いろんな基本的人権に対する配慮や、そういうものが緊急事態宣言によって、政府も人々も、それからその会社業界も、こういうもんだという形になってしまわないように、そのことについても、社民党をしっかり、注視してやっていきたいと思っております。で2点目は、総理が昨日議運運営委員会の中で、新型コロナウイルスの対応を踏まえつつ、国会の憲法審査会で与野党の枠を超えた議論を展開したいと言ったことです。緊急事態宣言が憲法改悪の緊急事態宣言条項の議論の露払いにならないように、これはしっかり、これまた注視してやっていきたいと思っています。このコロナの問題で緊急事態宣言が出て、これで緊急事態宣言条項、憲法改悪を議論しようということに結びつけるのは本当にひどいというふうに思っております。ですから、この緊急事態宣言と緊急事態条項は別物ですから、憲法改悪の議論に引っ張ろうということにならないように、これもしっかり注視をしていきたいと考えています。次に、経済政策について申し上げます。まさに緊急経済対策が出ました。しかしこれ、事業規模が108兆円と言われておりますが、財政出動は39兆円です。補正予算案は16兆8057億円で、また給付については6兆円というふうにも言われていて、金額としては108兆円ではなく、補正予算案は16兆8057億円です。これはやはり少ないのではないかというふうに思います。それから、国民の皆さんに外出自粛を言うのであれば、保証とやはりセットです。お金がなければ、まさに自粛はできない、仕事に行くということも起きるわけで、これはいろんなさまざまなお店を開いている人たちにとってもとても切実です。ですから、これは自粛と補償はセットであると。でこれは個人の自営業に対しては100万円、中小企業については200万円支払うという提案がされています。しかし、この要件等まだ明確ではありません。まさに、自粛と補償はセットであるということを、今後補正予算の審議や国会の審議の中でしっかりやっていきたいと思っております。緊急経済対策の中には、もちろん住宅についてや、さまざまな点で評価できるところもあります。しかし、皆さんどうでしょうか。30万円世帯主に、世帯に30万円払うと、その要件がとても厳しいものです。これは具体的には、世帯主の月間収入、
本年2月から6月の任意の月が新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯や新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少、これは半減以上しなければならないと、半分以上収入が減り、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯等を対象としております。これでなければその30万円支払われないと。これは2000万というふうに言われておりますが、本当にそうでしょうか。であと自分はそれに当たるのかどうかというのがよくわからない、あるいはこの外出自粛の中で、会社とかいろんなところにこれ取りに行くとかですね、書類の整備だって大変だと思います。一律個人に10万円払うべきだということも国会の中でさらに主張していきたいと思っています。限られた一部の世帯に30万だとこれは不公平になる可能性がある。世帯は1人のところもあれば10人のところもある、それから世帯主のこれで判断しますから、世帯主にはあんまり収入がなくって、世帯主以外の人が解雇されたというような事情もあります。また線引きのところで、例えばどうして自分が跳ねられるんですかとまた交渉に行くとか、郵送や電子インターネット上の申請もできるとしていますが、問題が生ずればやはり交渉に行かなくちゃいけなくて、感染の拡大にもなると思っています。それからドメスティックバイオレンスなどで妻と子どもが例えば別居している場合、世帯主に払われるとなれば妻と子どもに対して恩恵がいきません。世帯主って大体おじいちゃんか夫であるということが多くて、ほとんどのケースの場合男性です。ですから、そこには行くとしても他のところにはその30万の恩恵がいかないということもありますし、やはり個人単位個人にもう恨みっこなしで10万円というのがいいと思います。総理はこちらの方が時間がかかるというふうに言いましたが、一人一人に対してこうチェックしたり審査する、それは自治体の行政の事務も大変ですし、私は一人10万円、もちろんこれ放棄する人やいいですよという人が出ても構いませんが、それでやるべきだというふうに思っています。今コロナの問題で例えば学校が休業になるとか、高齢者を家で見る機会が多くなったとか、さまざまな点で多くの人たちが大変な思いをしております。ですから一人一律10万円にすべきであって、30万限られた世帯に払うという政策はやはり、非常に不公平と分断を生みますし、また非常に限られた人たちにしか支給されないので、これは見直すべきだと思っています。それともう一点だけ最後に申し上げます。この緊急経済対策なんですが、最後の3というところでですね、次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復というものがあります。将来これはコロナウイルス感染症の拡大が収束し、国民の不安が払拭された後は反転攻勢のフェーズとしてこういうことをやります。ただ今皆さんに外出の自粛をしている状況で、このことが本当に響くんだろうか。緊急経済対策としては今こそやるべきことをやるべきだというふうに思っています。観光運輸業飲食業イベントエンターテインメント事業等に対する支援ですから、明記はしてありませんが、食事券や旅行券というのも将来出てくるのではないかという口ぶりです。GoToキャンペーン事業でもちろんそれはそれでいいんですが、実はコロナ感染症が収束いつか分かりませんがした時点で、企業が本当に倒産をして、もう成り立っていかなくて消滅をして、お食事券旅行券 GoTo キャンペーンなんかが効かないということも考えられます。それはその時点で何をやって景気を回復するかとやるべきであって、今国民の皆さんに外出の自粛要請をしている時にまさに
GoTo キャンペーンがありますよというのはどうなのかというふうに思いました。で、今日東京新聞のコラムに斉藤美奈子さんが書いていらして、自粛は行動は自粛をするが政府批判は自粛しないって書いていらして、この今どういう政策が取られるのか、検査と隔離をちゃんとすべきだということも含め、政府のまさに政策の変更を求めたり、しっかり意見を言わなくちゃいけない時だと思っています。社民党はそういう立場でしっかり監視し、しっかりチェックし、しっかり提言し、政策の変更も求めていく、その立場で頑張ってまいります。以上です。